20代でフェイスリフトやるのってどう思う？フェイスリフト手術自体、何歳でないとやってはダメとか、そういうのは基本的にはないと思ってます。ただ、フェイスリフトっていうのはですね、眉毛の横から、こめかみを通って、耳の前を通って、耳の後ろから、まあ、後頭部の生え際まで切る。これをトータルフェイスリフトと呼んでるんですが、若い方でそのように大きな傷を作って、まあ、何年間も傷がある状態。それがまあ、果たしていかがなものかっていうことと、それから20代の方はですね、まあ、例えば骨切りをするとか、脂肪切りをする。それで、まあ、かなり皮膚がたるんでしまったっていうケースは、まあ、そういうフェイスリフトをするっていうことも考えられるんですが、老化でたるんでるってことは今日ないと思うんですよね。なので、手術としてできないっていうことはないんですけど、まあ、そこまで引き上げて、じゃあたくさん皮が取れるかっていうと、そんなに皮が取れないんじゃないかなと思います。で、フェイスリフトもですね、何度もすると、やはり癒着をするので、結構手術が後々難しくなります。なので、まあ、2回3回と私もすることはあるんですが、まあ、その期間ってやっぱ10年ぐらい空けてするんですよね。それを思うと、じゃあ20歳の時にして、じゃあ次30、次40ってなると、で何歳まで何回するのっていう話になるので、やはり私は、まあ、最初は、ハイフとか、糸リフトとかで、まあ、皮膚がある程度切除できる年齢になってから、まあ、だいたい40、まあ、50歳ぐらいとかですかね、以降にフェイスリフトを考える、切開リフトを考えるっていう方がいいのではないかなと考えています。